あ、そう、なんかね、あの、あ、マジでさ、今日も雨がさ、いや、ごめん、マジで雨女だからさ、あ、じゃあ、なんかちょっと声低くない？ココリン、今日声低くない？酒焼けやばい。カルちゃんは、あの、ゆっくり系、ゆっくり系。ゆっくり系だけど、めっちゃ軽いやつじゃない、ゆっくり系。待って、今日首よけてなくない？あ、首揺れ治った？じゃあ今この体勢だから、あ、そうね、触れないの。じゃあ今日の企画は何終わるの？あ、お見せしてなくない？あ、そうそうそう、忘れてた、忘れてた。せーの、お見せや。あるか。はい、ごめんなさい。ただいまだよ。はい、はい、ということで。大深い。はい、ということですね。はい、お気がさ、うん、石丸ゆう企画。気をつけてね。はい、ということで、早速食べていきますか。はい、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 ということで、カーネさんすごいね。ねえ、カーカーカーちゃんは、シナモン、シナモン、シナモンになった。カーカー。はい、じゃあマホリンのカーネだよ。二人とも教師なんだ。ポイントがこちらです。それ、あ、リモン。はぁ、今日はマイヤーで行きたいと思います。それも絶対綺麗だと思うよ。うん、綺麗だった。今日はカトリンの顔の顔で全身ブンブラ。全身バーバリー？ミートン。ミートン？あ、ミドリ。おし、おしのポイントは、ポイントはおしの集まれ。かわいい。ちょっとあの、お忍びでやばいよ。まずはシナモンカフェって言ったからね。シナモンカフェ行こう。今絶賛お昼の時間で超腹ペコリーノ。やばい、混んでるかもしんない。あれだよね、夏休み入ってるよね、たぶん。たぶん、思えば、たぶん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 。ご飯あるの？いや、漏れない曲のやめて。あ、もうちょっとこう、もうちょっとこう。シナモンカフェ映んない。シナモンカフェ映んない。いいの、いいの、いいの。シナモンカフェこちらです。ちょっと予想外のことが起きたんですけど、うん、シナモロールカフェがちょっとケーキしかないと。そうだよ。確かにご飯食べたいと。うん、まずはご飯、まずご飯食べないと。あ、うん、あ、あ、ふーばかー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 。あ、ローストビーフさ、今日ね、食べたかった。え、ちょっと待って、30から40分待ちなんだけど、ローストビーフ。マジマジマジ。私はマイメロツーマスナー役シナモンくんのケーキだよ。いくらですか？これは2680円くらいでした。あ、私はシナモンのホワイトチーズバーガーです。え、ホワイトでしょ？やめて。はい、あとはシナモンのケーキですね。ウーロン茶ですね。あとね、どうしてもシェーディング。はい、ということで、はい、飯が来たー。イエーイ、嬉しい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 。はい。シナモンと、これマジうまそう。うん。うん。元カレの子。殺したからちょっと違うやつに変わって、うん、え、次
やっと500。週何通い？どうせ。あ、どうせ。結構進展するね。どうせはでも一昨日か。最近。え、パトリンちゃんにこんなに混んできてるんだよね。そうだよ。これ栄養だよ。これ栄養だよ、パトリン。栄養じゃないもん。これ栄養だよ。栄養じゃないもん。え、で、マホピは？マホピはね、今募集中。なんかいないの？分かった、初回荒らしてんでしょ。あ初回荒らしてない、荒らしてない、全然荒らしてない。やってる顔だ。春は？え、春は相変わらず監督いるよ。どういう人？え、なんか、営業されてる。でも営業されてるって分かってるかな。だって一番私担当の見ついてる方の中で一番可愛いから、私が。あーね、美容院予約してる？まだしてない。普通にさ、ボスってよくね？あ、これ結構裏話になっちゃう。一人で、好きなやりたいなと思う。人生の中の何年間色にとらわれるっつーの。しかも結構でかいところ。じゃあマジで戻すか戻さないか問題、ここで話そう。じゃあ、継続で何？この色？だってさ、コメントでもさ、好きなやろやっていいよってみんな言ったじゃん。そうね。だってみんなが言ったんだよ。私たちは言ってないよ。優しく言ってくれただけなのに。そうだよね、ごめんごめん。あのね、なんだろう、楽しさを覚えちゃったね。うん、わかる。俺から抜け出したラブスちゃんの歌。いや、ほんとそう、ピンク嫌だったかしらんじゃなくて、ずっと同じすぎて、ちょっと飽きてたの。もはや考えてなかった。そう、髪型を変えるっていう概念がなかったんだけど、ね、紫にしてからなんか本当にちょっと視界が広がっちゃって楽しくなっちゃったんだよ。完食、ごちそうさまでした。それでは第2回戦、私とはるかが1200円のローストビーフ、私が7000ホニャララ円のオムライス、1万円食べました。イエーイ、いただきます。これパクリだわ。うん、うまい。やばい、でも結構お腹いっぱいだわ。これなんかスピード勝負な気がする。ゆっくり食べたら終わりよね。終わる。わー、すごい。完食。ちなみにこの後は何する？シナモンカフェ行くかどうかじゃない。誰が食べれる？私は無理だよ。私も無理。私も無理。うん、じゃあ無理。してるから大丈夫。そうやな。あとちょっとよ。あと。あとちょっと。あと一粒の周りだらけのだよね。あと何だろう、運動会。完食いたしました。ということで1万円食べ終わりました。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。マジで美味しかった。ローストビーフが1位かな、2人とも。ということで、この動画いいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。SNS のフォローもお願いします。お願いします。以上、最後にいった。